はい、こんにちは、みゆです。森です。はい、ってことで、さっきストレッチ編が終わったということなので、今日のコンディションを先生にチェックしてもらいたいなと思います。ちょっと待って、虫入っちゃってる。あ、自然の、ごめんなさい。ちょっと今日は虫が結構多くて、雨上がりだからかな。あー、言えてますね。それはもしかしたら、ちょっと昨日までね、雨がすごかったから、ちょっと虫が入っちゃったらごめんなさい。ごめんなさいじゃあちょっとさっき体ほぐし終わったんで、次はちょっと打ってもらって、はい、スイングでちょっと体をほぐしていきましょう。はい、よろしくお願いします。よし、オッケーです。はい、じゃあ何週間行ってきましょう。はい、オッケー、オッケー。久々練習はでも、それこそトルネードでしたっけ。あ、トルネードスティック。はい、こっちはごめんなさい、毎日とはごめんなさい言えないんですけれどもお家で夜な夜な家の前で振ったりとかしてました。はい、これ出てるかな動画。それやったやつ。あ、でも今日今アップして、あ、今アップしてあるやつか。そうです、そうです、出てくると思うんで、ぜひできんじゃう方、そうです、おすすめ。え、これめっちゃ良かったですこれスイングのリズムが整いやすいから、これちょっと振ってもらってからだといいかなっていう。はい、それこそ前回プライベートで行ったあのコースの時の、はいはいはい、うん、お昼休憩とかでも挟んでやってて力まずに。お、先月ラウンドして、そうです、ベスト、そうなんです、更新なんか動画外で言うとなんかちょっと嘘っぽいけど動画内でやってもらいたい。そうなんですよね。でもこの時期でベスト出せたって結構大きいかもしれない。なんか違います。だって100切れの試験が、そっかそっかそっか、あと数ヶ月後に迫ってるんで。そうですよね。あ、ちなみにベストいくつになったんですか、教えて。ベスト103になりましたちなみにいくつからいくつに。ベスト105だったんですけど103になりました。いきなりです。いきなり本当にこれまでのアベレージ考えたら特に余計、いや本当にめちゃくちゃ縮みました最近のストアから。最近 120? もう20叩くときは叩いてましたし、ね、動画で。そうなんです。そうですよね。それ考えるとだいぶ全部がうまくいってた。え、大丈夫、目入りました。入ってないですか。入ってない、入ってない、入ってない、ゆっくりキャッチしようかと思った目の中で死なれたと思った今そう、でもその時はもう全部がなんとなくうまくいっていて、あのドライバーも当たりがな自分的によくってって言ったところで、生き残るまでずっとね、めっちゃ形合わせたうまくいってみたいなカメラ回したかった。あ、確かに、ね、車絶対いい。確かに、今度この山ちゃんからカメラ借りて、確かに確かに、生きの車から行きましょう、ね、よし、ちょっともう一回ぐらい。インドア内で言ったと思うけど、ハーフショットぐらいのイメージで。はい、ハーフショット。確かにハーフショットでちゃんと当たりをしっかりするって言った方が結果的にイメージ当たるってお話でしたね。そう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 。そうでした。OK、いいじゃん、2杯に。地面に届いてません。違うか。はい。本当だ。なんか上叩いてますよね。そう、ちょっと左足が上に抜けちゃうんで打つときに。そうそう、そうやって伸ばしたまま当てられれば大丈夫。それは当たる前にちょっとこう抜け、そう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 。伸ばし。はい。うん、そういうこと。はい、そう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 。オッケーオッケーオッケー。段々前とかのことを綺麗な段々イメージしたいから余計こうふっとこう上げたい。気持ちが動きに出やすい。そういうメンタルよ、メンタル。いやいや、ね、メンタル強化教えてください、そろそろ秘策。秘策いきましょうか、じゃあ。はい。オッケー。そう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 。ナイスナイス。ちょっと来ても。
ちょっとまっすぐ飛ばそうって意識してこう出ちゃってるかな、はい、なんだろう、ここ視点に点視点にペッペッと返していく、障害も低い、こういう振り子あるじゃないですか、はい、それが上げていくときはいいんですけど振っていくときにこうなっちゃってるんで、だからちょっとこう右に行きやすくなる、視点はここですか、ここ、で、そう、振り子だからこういう動きなわけじゃないですか、こういう、はい、これが上げていくときはいいんですけど振っていくときにこうなるんですよ、はいはいはい、だからフェースが開いちゃう、あ、視点を変えないこと、そう、こうやってなって、そう、そういうこと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 です、そう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 、あ、惜しい、もうちょいそういうこと、うん、そう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 、もっともっと、まだですよ、まだですよ、まだもうちょっと右に行っちゃってるから、もっとできます、はい、そういうこと、オッケーオッケーオッケー、さっきよりも確かに、ね、ちょっと戻ってきてる、はい、どうしても人間まっすぐ飛ばしたいと思って手がまっすぐこういっちゃうから、そう、これが右に行く原因です、大体右行っちゃうと、そうそう、だから野球やってる人が右に行く原因ってそれなんですよ、野球選手とか、野球選手とか野球のバッターってこう打たないじゃないですか、野球ってこう行くじゃないですか、うん、この動きが見えちゃうにもなってると、へえ、そうそうそう、そうなんだ、急になってますよね、そう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 、でそれが右足に体重残っちゃうよとかっていう原因にもなるんです、うん、線がこうやってずれるから、そう、右に残るじゃないですか、うん、そう、左に乗りたくても乗れないっていうのも出てきちゃうから、うん、多分前にね、左に乗せてとか、そうでしたね、クラブ立ててとかってやったと思うんですけど、うん、そこに繋がってくる、だってここの視点変えないで打ってこのまま行ったらクラブ立つじゃないですか、はい、そう、それが視点の位置が、視点の位置がこの状態でいったら、うん、クラブ立たないですよね、はい、だ前に行ったクラブ立てるっていう人にもつながってきますよっていう、そうそうそう、でも総じてクラブ立てるってことをこう意識してれば視点とかもこう合ってくるし、そう、来やすくなる、来やすくなります、ただその立てる意識もこうなってから後でこうやって立てちゃう傾向あるんで、そうだから立てるっていうイメージですぐ治る人もいるんですよ、ただみえちゃんの場合立てるって意識でもうちょっと、うん、何、遅くなっちゃう、遅いそう、後付け立てるって感じ、ね、そう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 、なんでちょっとイメージの仕方を変えてもらったって、あ、立て方もいろいろあるんで、立てるって言って直る人もいれば、うん、そういう風に言ってその次に出た動作でまた直し方変えたりする場合もあるから、なるほど、そうそう、ただ言ってることは全く違うことじゃないよってことなんです、なんか今言ってることって立てることとイコールしてなさそうじゃないですか、うん、だからこう今 YouTube 見て練習してる人とかっていっぱいいると思うんですけど、はい、こんがらがっちゃう人いっぱいいるんですよ、こっちではこう言ってる、こっちではこう言ってるみたいな、その原因ってなんでかっていうと、その直し方がそれぞれあるから全く違うこと言ってそうで、結局直したいとこここなんだよねとかっていうのが紐つかれてるかどうかみたいな、もうスポットスポットでこっちではこう言ってあっちはこう言ってみたいな感じになっちゃってるか、そうですね、そこを YouTube 見てなんか練習してる方がいらっしゃったら気をつけてもらいたいとこではあるかな、なるほどね、ちょっと視点まだ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 、ここで手返す、そうそうそう、そういうイメージですよ、おお、そう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 、イメージでいくと、そうそうそう、そういうこと、そうそうと自然とからも立ってくる、そうですね、そう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 、確かに今全然立てるは意識してなかったですけど、そう、いや、いや、欲しい、はい、確かに今なんかちょっとなんか違う感じありましたよね、はい、さっきとは違いました。そう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 、それで打っていきましょう、はい、そうそうそう、自分が私が思ってるより結構前で、そう、そうそうそう、そういうイメージ、そういうイメージ、いいですいいですいいです、ちょっと棒の上の方だったけどまっすぐ飛んでってますよね今の、はい、こんなまっすぐ転がってましたそう、ナイス、そう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 、うん、
ナイス、ナイスショー、ナイスショー、当たってましたね。それぐらい早く、はい、その動作しちゃっていいですよってことなんで、それがやっぱりどうしてもちょっと遅れちゃうとちょっと右に行きやすくなるから、それをちょっと意識してこの後のラウンドもちょっと挑んでもらえればなっていうことね。はい、はい、分かりました。次はちょっと長いクラブをドライバーとか CTT とかちょっと打ってもらおうかなと思うんで、はい、それじゃあ次の動画でちょっとやっていきましょう。はい、はい、分かりました。じゃあちょっとこの時間は何したんだ。そう、ショットか。はい、そう、視点、視点ですね。そう、これ結構多いんで、なる人ちょっと気をつけてください。ちょっと正面にいたから分かんないと思うけど、ちょっと構えてもらって、はい、そうそうそう、ゆうちゃんは振り子ってあるじゃないですか、こういう、うん、そう、こういう振り子が上がっていくときはいいんだけど、振っていくときにこの視点がこうずれちゃうよ、うん、これが右に行く原因ですよ、うん、なんで視点を変えずに、うん、構えたところから手元がこう出ないように、うん、ちょっとこうやって押さえさせてもらったっていう感じ、うん、です、はい、はい、ちょっと一点意識しながら、うん、まあ、次の動画ではちょっと長めのクラブをやってもらおうかなと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。